いかにこうコミュニケーションを取って相手がこの人と仕事したいって思ってもらえるかとか、信頼してもらえるかっていうところは商社自体から結構大事だなって思ったところはあります。なんとなく今後伸びる新規事業って多分環境エネルギー系に寄ってくんじゃないかって思いが、ベンチャーとか企業とかもともとうっすら興味あるけど今動かないとずっとこれ接点持てないんじゃないかっていうふうに思ってでですね、双日さんに新卒で入社されますけれども、はい、配属はどちらになったんですか？配属面談でも科学本部がいいですっていう話をもともとしていて、で科学別にね文系ですし全く詳しいわけでもないんですけど、川上から川下までいろんな製品があって非常に幅広いなっていうところと、あとは、投資とトレーディングを商社やってるよねってよく言われると思うんですけど、やっぱトレーディングを最初にやっといた方が、なんか商売人のイロハが身につくんじゃないかみたいなところは、ちょっと思ったところがあって、で、この投資職が強い部署と、トレーディング職が強い部署って結構分かれるんですけど、結構トレーディング職が強いのが食料と化学だなっていうのは僕が見た印象だったので、食料よりも化学の方がいろんなの扱えそうだから、化学だってね、化学希望して。で、最初は、でも化学本部って営業本部の中の企画業務室っていう取引先の予診とかを見るような部署に配属になりまして、営業なんだけどやってることバックオフィスみたいな感じだったので、1秒でも早く出たいって言ってて、勝手に国際協力銀行のセミナーとかを受けに行って、レアメタルのセミナーとかを受けてですね、でなんか自分の思ったこと勝手に書いていろんな営業課長にブワーって送りつけてですね、フィードバックください、営業行きたいんですとかって言いながらちょっと飲み連れてってもらったりして、社内営業を頑張ってましたね、入社して半年ぐらいの。他の同期の人ってそんなことあんまりしないですよね、はい、あんま聞かなかったかもしれないですね。なんか僕がもう一番焦ってましたね、早く営業行きたいっていうところに、部署を引っ張って自分を引っ張ってくれっていう、はい、そういう社内営業、はい、そうですね。どういった業務に取り組まれるか。そうですね、半年ぐらいパプアニューギニアにトレーニーで駐在をしてました。トレーニーというのはどんなことをするんですか？基本的にはその駐在員の業務に変わりはないんですけれども、現地所長と私しかいないの でもずっと一緒にいて、はい、愛のある説教をずっと受けたり土日はでもきっぱりオンとオフ分けて一緒にサッカー行ったりとかを所長の方ともさせていただける。いや本当ありがたかったですね。めちゃくちゃ楽しいというか、なんか充実している。そうですね、めちゃくちゃ怒鳴られてはいましたけど、こう分けてですね、ちゃんとそういう一緒に楽しむってこともやらせていただいてましたね。いや業務の方全然話してなかったですね。現地で取れる天然ガスから作られるメタノールっていうプラスチックの原料になる化学品の工場、当時パプアに建てようっていう動きがあってですね、もともとインドネシアに一番大きい工場操縦室が持ってたものですから、その2番目を作ろうっていう動きがあって、でそのロビング活動とかやる中で、デッチ暴行的な人間が必要であろうということで僕が送っていただいて、行ってこいって言われた時は嬉しかったですか？そうですね、まず海外行きたかったんで、海外行きたくて商社入ってるから嬉しかったですし、やっぱり他の国と全然違うよっていうのはなんか聞いてたので、なんか1950年代の商社マンがやってたようなことはあそこはやれるよみたいなこと誰かが言っててですね、それはすごい面白そうっていうワクワク感もめちゃくちゃありました。双日さんにいらっしゃったのは何年ぐらいですか？双日は5年間いました。日本に戻られてからなんか辞めるまでどんな経緯でした？そうですね、帰ってきてからはレアメタルのトレーディングなので、僕はレアメタルの中でタングステン、半導体を製造するときに活用する蒸着ガスっていうガスがあるんですけど、その原料になるタングステンっていうレアメタルを中国から仕入れてきて、日本のガスメーカーさんに入れさせていただくっていう輸入貿易をですね、やったりですとか、あとアルミの粉を中国とかロシアから引っ張ってきてアルミペーストメーカーさんに入れさせていただくっていうような仕事だったりとか、あとはなんかキレイキレイとか薬とかの原体って言われる本当に原料中の原料のようなものをですね、中国インドから輸送タンクっていう20トンぐらいあるタンクに入っている危険な液体物をですね仕入れてくるみたいなことをやったりとかをしていました。私は商社で働いたことないので、あんまりイメージがわからないんですけれども、仕入れるっていうのはその原材料を作ってるメーカーの方と交渉してボリュームをいくらで買いますよみたいなことを話して決めるというか、そうですね、受注するボリュームだったりとか今のこの価格の相場のところに応じて交渉をして、ちゃんと自分たちも稼げる金額にしつつ、どちらも満足するところに落としどころをつけて交渉して
していくっていうようなお仕事ですね。特に難しかった点ってどんなところありますか？なんか、はい、買うだけだったら誰もできるじゃないですか。あ、まあそうです。本当おっしゃる通りです。やっぱみんな満足するようにするっていうところが非常に難しくて、あの人言ったからこうしようって言ったらこっちの言うことが立たないとかっていうのが絶対出てくるんで、そこには必ず自分の判断が必要になってくるっていうところはありましたね。そして5年経過をして次は転職をされますけれども、はい、そのあたりのいきさつを教えていただけますか？あ、5年経ってそろそろ次の駐在もあるかなみたいなタイミングの中で、多分これでまた駐在って帰ってきちゃうと30中盤とかになるかなって思ったのが当時29歳のタイミングで、ベンチャーとか起業とかもともとうっすら興味あるけど今動かないとずっとこれ接点持てないんじゃないかっていうふうに思って、でですね、それでたまたまご縁があってサーキュレーションっていう人材系の会社に入りましたね。結構大きな意思決定ですよね。あ、そうですね、うちの親泣いてたんで。そうですか。はい、まあ本当にまさに天下の商社、はい、総合商社から当時あんまり名の知られてない、はい、まあ、ベンチャー企業って移ったと思うんですけど、はい、なんかそこの意思決定を後押ししたポイントというかどんな気持ちで入られたんですか？就職活動の時からすごいネームバリューで入りたいと思ってたかっていうとそういうこともあまりなくて、規模の大きいことをやろうと思ったらある程度大手だよねっていうのと、あとある程度こう能動性を持って動けそうってなると、まあなんとなく財閥より非財閥の方がいいのかなみたいな当時勝手な印象はあったので、まあそういう観点で就職活動を決めていたので、なんかサーキュレーションに移る時もその会社のネームバリューがどうこうとかっていうよりはやってることが面白いかっていうところと、自分が今後企業とかベンチャー行きたいっていう中でなんか得られるものがありそうかみたいなところの方がむしろ優先順位非常に高かったですね。やっぱり事業内容が最もサーキュレーションさんがいいなって思って、そこで入ろうとしたポイントなんですかね。そうですね、化学本部選んだ理由にも若干近いんですけれども、まあ、いろんなジャンルのビジネスをやれるようになりたいなって思っていましたというのがまず前提にある中で、まあ、今でこそフリーランスとか、まあ、それこそ井口さんも僕も一回独立してみたいなのやってますし、結構そういうのが普通になってきてますけど、当時そんなにまだフリーランスって多分今よりも全然人口少なかったっていう中で、まあ、サーキュレーションが来たのはそういうフリーランス人材のプラットフォームを持っていて、経営者からお聞きした経営課題に合った業務委託人材をコンサルティングしてプロジェクトに注入していくっていうことをやった走りだったので、うん、これやるといろんなフリーランスの人とも知り合いになれるし、そもそも今まで僕が触れてこなかった経営者とお話をさせていただくっていうこともできるから、うん、企業とかに向けてリテラシーを上げるにはすごくいい場なのかなっていうふうに思って入社しました、ね。なるほど。年収も下がったんじゃないですか？だいぶ下がりましたね、うん、だいぶ下がりましたが、まあ、得られたものは結構大きかったかなって今思ってもあります。サーキュレーションさんはそんなに長くはないですか？そうですね、1年弱ですね、うん、海外向けの新規事業やりたいなっていうふうに思っていたんですが、なかなかやっぱり IPO まっしぐらでどんどん売り上げ立てていくぞっていうタイミングだったので、うん、ちょっと希望も叶いそうにないかなということで、うん、まあ、じゃあもう一回大きい会社行くのもありかなと、たまたまご縁とお声掛けいただいた電通の新規事業の開発の部署にジョインをさせていただくっていう決断をしました。それもなかなかレアな機会ですね。そうかもしれないですね、ベンチャーから電通っていうのもあんまりないかもしれないですね、うん、他の広告代理店どうなのかなっていうので博報堂の方ともいろいろお話をさせていただいて、博報堂さんも電通さんもどっちもですね内定はいただいたんですけど、新規事業ができるのが電通だったので、うん、はい、電通に行こうということで電通に行きました。小原さん、面接強いですよね、はい、面接のコツとかってありますか？面接、かなり僕も知りたいぐらいですけど、でもなんか就活の時とか言われたらもう IQ いいよねみたいなことは言われたことがあったりとか、あとまあ商社の時におじさんたらしとか人たらし的なことは自覚はしてないけど言われたことはありましたね、うん、やっぱりこの人と一緒に働きたいって思わせる何か人柄だったり経験だったり話し方っていうのがあるんでしょうかね、まあ、あんまり割り切っちゃいけないですけど、僕めちゃくちゃ自分のこと優秀だとも思ってないので、いかにこうコミュニケーション取って相手があこの人と仕事したいって思ってもらえるかとか、うん、信頼してもらえるかっていうところは商社自体から結構大事だなって思ったところはあります、うん、そして電通さんに入られて次はユースイノベーションさんですけど、はい、なんかそのあたりの経緯を教えていただけますか？そうですね、電通は最初入ってですね、ASEAN インフラ事業っていうのをやろうとしてるチームがあって、うん、そこに配属になりまして、なぜか毎月インドネシアに行ってたんですよ。電通にいながら商社みたいなことをちょっとトライしてた時期がありまして、まあ、僕が当時思った仮説としては、
電通が商社みたいなトレーディング機能をもし内製化することができたら、まずトレーディングでお金を稼いで、現地にポンと置かれたソリューションやサービスをトレーディングで稼いだお金を原資にして現地のマーケティング費用に使えるんじゃないかっていうところをちょっと仮説立てていてですね、まず商社的なビジネスを最初はちっちゃくてもいいからまずやってみようっていうことでやりたいですって言ったら、じゃあ頑張ってっていうことでやらせてもらって、でいろいろ上司とか周りの人を巻き込みながらやろうとしたんですけど、やっぱり結局貿易のところできるのが自分しかいなかったっていうところがあって、若干孤立した感じになってしまったので、内製はハードルが高いかなっていうので、トレーディングから電通の良さを生かすっていう方向は一旦ちょっと断念をして、じゃあ今度電通の良さを先行して生かしてやるビジネスがいいなと、やっぱ環境エネルギー系はずっと興味があったんですね。なんとなく今後伸びる新規事業って多分環境エネルギー系に寄ってくんじゃないかって思いが電通入ったぐらいから結構あったので。それ何年ぐらいですか？2018とかですかね、はい、後半の方はむしろ電通 そのブランディングっていう強みを生かして環境エネルギー系のスタートアップにハンズオンで投資をさせていただいて、時価総額を上げていくみたいなことができたら面白いんじゃないかなってちょっと思ってですね、でそういうチームを立ち上げて投資したいスタートアップさんとも何社かこう見繕っていろいろお話を進めていたんですけれども、結局ちょっと人気上げていくとやっぱり上の方の人がいやそれ分かんないよねってなっちゃうケースが多かったので、やっぱり電通の中から環境エネルギーを今のタイミングでちょっとやるの難しいのかなっていうのはちょっと思い出して、うん、ウォンテッドリーでたまたまユースイノベーションズを発見しまして、カジュアル面談を伊藤さんと竹内さんとして、で僕全然エネルギー業界詳しくなかったんで、お二人がすごい有名人だってことも全然知らずにカジュアル面談をさせていただいて、で入社したっていうのが、はい、ユースイノベーションズ入った経緯ですね。これ融資全然一つの選択肢って入るんじゃないかというふうに思い出して、で僕みたいな例をもっと増やしたいなって個人的には思ってまして、いろいろマッチングすると新しいイノベーションって必ず出てくるかなと思いますし、そういうイノベーションって割とこう素人目線を持ってる人じゃなきゃ起こせないっていうところも絶対あるのかなっていうふうに思って、